1分間でわかるメダカ一問一答、山本オロチャンネルショート動画。水槽に水草を入れると水質が良くなりますか？成長の早い水草は水槽の水質安定に役立ってくれます。水草は水槽の見た目をきれいにしてくれるだけの存在ではありません。水槽の中で光合成を行って成長している水草は水中へメダカたちが呼吸する酸素を放出し、メダカに害がある物質も自分たちの体を作る肥料として吸収してくれるのです。特に成長の早い水草や浮き草の仲間はこれらの畑は顕著ですから、ある程度の水質の改善効果が期待できるのです。また水草の緑には水槽を眺めている飼育者の心を癒す大きな効果があるそうです。水草は水質の改善だけではなく人の気分の改善にも役立つのです。